ファミコン全ソフト実況。どうも、タブヤンです。今回はバナナプレイしてみたいと思います。1986年、ビクター音楽さんの骨太パズルゲームですね。今回のクリア条件こちら。おお、全105面クリア遠いな。105面もあるんですね。まさに骨太。ラウンドセレクトありますよ。やっていきたいと思います。まあ長い道のりなんでね、プレイしながら説明していきましょう。主人公、こちらモグラのモール、なんかディグダグみたいな感じですけど、モグラとして掘っていって、でこれね、あの重力があるのでこんな感じで、でこの今女の子を助けましたけども、これが妻のキーコ、結婚してるんですね。妻のキーコが、ついてくるんですよね。でこんな感じで青い岩ね、なんかクラッピーでも見たような気がしますけどね。これをが、あの重力で落ちてきます。そして食べ物ね、なんかさつまいもみたいなのやつを全部食べてから扉に二人で入ればクリア。一面クリアです。どんどん行こう。さあこっから、上には進めないんですよね。なのでこれはしごを使ってかな。どうすんだろうこれ。まずこれ左取りに行こうか。これ落ちる。これ上には戻れないんだよね。あ、空中浮いてるんだねでこれで OK で、どうするこれ。あ、しまった、降りちゃった。あ、登れないのかこれしまったー、もう戻れません。セレクトボタンでアイテムを使うことができます。セレクト、でもアイテムないから使えません。あー、これでもう上に戻れないんでね、クリア不可能ということで AB ボタンでギブアップできます。今のとこあれか、こう行けばいいのか。でもこれ落ちちゃうよね。え、扉は落ちてこないんだ。どうすんだこれ。とりあえず妻のキーコを助けに行こうか。キーコを助けに行って、でそれはいいんだけど、これ扉への入り方が、あ、これ俺押せない。なんで、あ、どういうことだこれ。ん、これでこっち押せる。あ、押せないね。意味わかんない。あ、これでいけた。いけましたよくなんかわかんないね、この扉が空中に浮いてるとか、その辺の細かいルールがちょっとわかりづらいな。わあ、今度はなんだこれ、はしごで戻る。これ上から取って落ちて、全部取りましたよ。あとはゴールするだけ。あ、いけんじゃないこれ。いけるんじゃない。イエーイ、早い、順調順調。ステージ4。あー、妻はもう
ボールすぐ近くにいるね。え、これ大丈夫？あ、怖い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 。行ける？で、今度こっち右に行けばいいか。順番に行けば。あ、ちょっと待って、これこの順番で行くとやばいんじゃない？これ左上先に行くと、妻を助けられないんじゃない？ここ左に行ったら、なんかはしごルートを残しておいて、どうなんだろう、上から行くべきなのかこれ。こう行く、行く？めちゃくちゃ重いでしょこれ。普通死んでるよね。え？なんかもう訳もわからないけど行ってみようか。どうなるこれ。でもう一段下がって結局行けるようになるんじゃない？いやいやいや、これすごいプレッシャーだね。で、扉、あ、扉って抜けれないんだ。マジか、それは知らなかった。扉は抜けれないっていうことは、どうすりゃいいんだ。ここまで戻ってきたけど、下からはいけないから、この時点でもうダメなのかな。左に行って一番最後は下ルート行かないといけないんだよね。これもう無理なのか。戻れないもんねこれ。あ、一緒かこれ。最後下に行かないといけない。あ、これで上に戻れないのか。なんか上に一回戻るんだろうな。あ、ゲームオーバー。ということで、ラウンドセレクト、ね、クリア条件に入れてるんですけど、なんとこれ、ステージ5ずつしか、16、11、16って感じで進んでいくので、ステージ1から戻し作業したいと思います。はい、ステージ4戻ってきました。こっちから撮ってみようかな。取る順番だよねこれ。え、嘘、これ取れないの？これ取れないのか。はしごの上のものは取れない。やばい、最初の難関だ、ステージ4。じゃあこれ上から行くしかないんだ。上から行くしかないか、それかだよね、行くしかないよね。ここはもう無理で、これはどうだろうな。まあこっち行くか。こうやっといて、でこれさ、これ落とさずにこう行けばいいんじゃない？まだ取れないのかな。これ、あ、取れた。あいちゃ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 。これで、でこっち行って下行けばいいんじゃない？どうだこれ。
新しい方式。よくこれ重さに耐えられるな。いったんじゃないこれ。妻のキークを助けて。やりました。ステージ4クリア。さあラウンドセレクトまで行きたいね。残機、残機2機、アイテムなし。さあこれポーズしても特にないもんね。妻を助けて、あこれでも岩を落とさないとあれなんだね。岩に乗れないって感じか。でもこれ最初に食べ物全部取っちゃえばいいんじゃないの。全部取っちゃって、あとはゴールだよね。妻を助けて、あの扉が下を掘ってもあれなんだよね、落ちてこないから。どうすんだろう。時間制限はこのゲームないんですよね。どういうことだろう。ここ掘っちゃったら、あ落ちちゃった。これでこう、あ落としすぎ、あ落としすぎでいけない。何これ。上の部分だよね。これあれか、上ここからこういくのか。こうすんじゃない、あ落ちるのか。いってい、あこの状態で行けばもうゴールなんじゃない。上から行けばいいけど、上に行けないのか。上には行けない。これ一つだけ落とせばいいんじゃない。あそういうもんでもないのか。なんか違うな。何これ、難しい。あーまた参った、ゲームオーバー。さあ戻ってきたんですけど、こっからが難しいよね。一番右上の石を下に落とせばいいと思うんだけどな。それか石の上に乗りたいけど乗れないよねこれ。下をくぐっていくしかないのかな。どうすりゃいいか。あダメか、これ右に行かないといけなかったのか今んとこ。あー残機が減る。あアイテムなんかあるけど。ずるいなーこれ、アイテム使い。アイテムね、はしごとかあるけどな、石もあるし。A ボタンと十字ボタンでお助けアイテム。まあでもアイテムなくてもクリアできるようにはなってるはずなんだろうね。これでどう、これで登れないんだよねこれ。アイテム使っちゃうか。あずるいね。あずるいけどアイテム使っても届かない。アイテムこれ無駄に
使ったか。さっきのとこ右に行けばよかったのか。上にはでも行けないもんな。ここ掘ってもしょうがない。あ、でもこれでずるいよね。これ石をこの右に落としたいんだけど、いけるこれ。ああ落ちちゃった。そこかよ、そこ。ああ、ちょっと待って、まだいけるか。アイテム使いましたよ。本来の攻略法ではないよねこれこれがバナナだ。アイテムっていう救済措置があるっていうね。ステージ5クリア。ちょっとずるいアイテムどうやって増えるんだろうな、わかんないけどね。さあステージ6、これでラウンドセレクトで戻せるので存分にいけるな。これは石を落としておかないとダメだよ。あ、扉が3つある。偽物っていうこと？これ普通にはしごで回収できるよね。先に回収しておいて、ただこっから、まあ、こっち行って、一回下に落ちるとこれも戻れないから、ここを掘るともう落ちちゃうよね。どういうこと？あ、これで落ちちゃって左に避けるのか。でこっち側からの戻れるから、こっからだよね。はしごには戻れるけど、からのこれ回収して、問題はこの扉だよね。上の扉何の意味があるんだろう。救出してクリア。あ、ダミー、やったー、ステージ6クリア。ステージ7、レモンか。酸っぱそうだなこれ。これ取る順番か。全然わかんないよあ、レモンの上歩けるんだ。レモンの上歩ける。じゃあ一番上のやつは取らずに、ここは取れるよね。あ、ここ登れないのか。これ勘違いする。ロードランナーと違うんだよね。で、これ、あ、ここ取れないのか。で、上から取らないといけないんだね、これ。基本。あ、もうダメだ。まあでもちょっとできるとこまでやってみよう。ふふふ、あ、これ。あ、これ、もう取れない。なんか惜しいけどな。ゲイバー。ま、上から順番に取るって感じか。まあステージの前半だからそんなに難しいはずはないんだよね。あちゃ、これまずいな。あら、これはまずいんじゃない。ああ、もう取れないわ。なんだこっちから取ってみようか。一番上を取っちゃうとやばいから。あ、でも歩くために、あー難しいやられたー。でもこれステージ6からね、いけるんですね。ステージ6戻し作業したい。さあステージ6クリアして、とここだねー。
レモンの取る順番か。これ実は一番下を最初に全部取ったらやりやすくなるとか。どうだろうな。上を取ると2段目から取る？上から順番に取ればいいのかな。どうなんだろう。気持ちいい取り方。あ、落ちちゃったよ。どうなんだろうこれ。右側行くか。で、どうだろうな、これこうかな。ここから外側から順番にというわけにはいかないのか。あ、こっち行けないの？マジかーい。ちょっと待ってね。あ、いけそうで無理これ。1個落とせば。あ、無理？嘘でしょ。向こう側に行けない。あ、1個足りないもんなこれ。うわー、無理かー。難しい。ちょっと考えまーす。はい、一回ゲームオーバーになりました。戻ってきました。残機ね、残っております。左半分はね、さっきできたんだよね。ただこれ戻し作業してる間に忘れるっていうね。まず左半分を全部取りたいんですけど、これ下の方を先に取っておいて、でここは上を取って、なんかこの食べ物もちゃんと支え、石の支えになるっていうところがポイントかな。でこれ取ってこうして、オーケー、これで左半分クリア。まあこれこの下くぐっていくんだろうね。さあこっからですよ。これ食べ物を支えにするから、一番1個下は取らない方がいいのかな。どうなんだろう、これは取っていいのかな。めちゃくちゃ恐る恐る。とりあえず妻を助けて。あ、もうダメか。一番左のやつ取れないのか。左奥から取ればよかったのか。しまったー。このさ、この上のやつが取れないね。くー、ダメだね。届かない、ギブアップ。さあ戻ってきましたよ。こっからですよ。ここでセーブしたいわ。セーブしたいけど、どうすりゃいいんだ。また今度は上から順番に取っていくのか。手前からさ、手前から取る作戦やってみるか。これでも一番下まで落としちゃっていいんじゃないの。実はシンプルに。あ、無理か。向こう側に行けないのか。くー、アイテム使いたい。ダメだよね。そういうことか。やっぱでも一番奥から取らないといけないのか。あ、また戻し作業したいと思います。
さあ、ちょっと序盤だからそんなに難しくないはずなのにな。深く考えすぎることがあるんでね、左端から順番に落としていくって考えてみようか。左端をまず全部落として逃げる。で、次も、あ、ここ左行けるのかな。無理かこれ、落ちちゃうのか。あ、ちょっと待って、こっち、あー無理。ここ落ちちゃう、あ、落ちちゃうのか。一個足りない、惜しいな。なんとかなりませんかね。あ、これでこうして、これでいけんじゃない。あ、いけた、どうだ。おお、いけんじゃないこれ、どう。やっとー、ラッキーでいけました。7面クリア。117ステップって赤い字で書いてるのが、それだけの、手数をかけたっていうことみたいですね。うん、なんか短いステップでもっとクリアできるんでしょうね。ステップポイント0ポイントだもんな。まあいいさ。さあ8面、どう、上には進めない。あ、男と女のマークだねこれ。ふざけやがって。どうすりゃいいんだろうこれ。これ普通に取りに行ったら逃げれなくなるよね。罠ですねこれ。あ、もう戻れない、ぐるーっと大回りするしかないのか。なんだこれ。こっち側ね。あ、これで脱出ルート確保してるから OK。 で、こっちも同じようなことをすればいいのかな。まずは反対側の脱出ルートを確保して、あ、一番上いけないのか。いけ、大丈夫かな。これで彼女は後でいいか。こうしといてからの、こうしてからの、ここ突破してからの、脱出してからの、あ、彼女救えない。彼女救えないのか。これ扉って落ちるのかな。あ、落ちないんだね。じゃあこうして、まだ諦めるな。いけるいける。無理だよね、あの矢印のとこが。あー、詰まっちゃった。え、先に彼女救出しとくべきってことかな。惜しかったんじゃない今。今回ラストチャンス、ラストプレイにしようか。これ次回も延長ですね。うん、第2回も行こう。これは脱出ルート確保して、で、こっちは脱出ルート確保し、こうしといて、で、どうすんだろう。ここで彼女を救出してから、あ、降りすぎたかな、大丈夫。あ、無理じゃね。で、あれか、お仕事すればいいのかなこれ。こうか。で、道作っといて、
一周回って彼女を救出できないのか。あ、ちょっと待って、ここを掘ればいいのか。あ、できないのか。ちょっと待ってよ、これここをこう行けるの、道なき道行けるね。いったー、掘れたー、やったぜ、これは嬉しい。ステージ8クリアできました。あ、ステップポイントまでいただいております。やったね。次回ステージ9から続きプレイしていきたいと思います。クリア条件、皆さんね、全105面、まだまだ先は長いです。それではまた、さよなら。次回までの宿題ですよ。この面